はい、皆さんこんにちは、マサです。今回は、この前、ご紹介したダイソーで買える550円でしたっけね、税込みのラジコンの続編です。それを僕はちょっと改造してみました。こちらのオフロードカーですよね。そうですね、僕はこういう、見えるかな、よいしょ、こういうミリタリー系が好きなんですよね。これは前買った何のやつでしたっけね、ミリタリーウォッチシリーズのこの、これは時計、これはドイツ軍のなんかの時計かなんかの時のこれディアゴスティーニとかそういうシリーズのやつですね、多分その時の、雑誌というかその時のおじさん、この当時のドイツ兵の時の写真ですよね。この時計がついてたやつなんですけど、まあこれも1回の増刊号だけを買ってやめたって感じですけども、そういうミリタリーが好きなのであのジープをこのように改造しました。と言いますと、どんな風にしたかと言いますと、まず上の屋根をカットしました。カットして色はこのカーキ色に車体を塗って、タイヤも黒く一応塗ってみました。塗れましたね、黒く。なんか塗りにくいゴムの感じかなと思ったんですけど、そしてこれが切り取った部分なんですけども、これ切り取るときはもう一応ガイドつけながらニッパーで切れるんですけど、これ一応一回り切ったとしてもこれなんか取れません、屋根。これ中にここに柱にこれもうつながってるんですよね。だからこの隙間からちょっとニッパーを入れてこのパチッと切らなくっちゃこれは取れない感じです。そしたらこれがもう屋根はポコッと取れます。でそれしてだけどこの車体と本体は、これ中開けてみたら中はもうすぐ機械がなあって、スカスカっていうか状態でした。そしてこの本体にある中に入ってる機械からこの細いこんなワイヤーの細い線がこの屋根に伝ってシールで貼ってあるんですね。これを切らないように気をつけてください。引っ張ったりそこにある線をこの屋根との接続されてるここのところについてたんですよね、その本体からの。多分それでこのコントローラーと受信するあれがの線だと思うんですけど、それは切らないように気をつけてください。それとこの本体とこの上のこのカーの車体ですね、それを完全に切り離すにはもう一個ここに運転席のこの横の辺にもう一個柱みたいなのあるんですよね。そこをねところをカットしたらパカパカっと取れるような感じです。そうですね、そんな感じでしたね、今回のあれは。詳しいあれはだいたいそれで取れると思います。そして正面のこれもとこれも後ろのバンパーもこれも取れます、引っ張ったらね。でこれは、後ろのこのタイヤのやつは後ろこのネジで止まってるから、これはネジを外さなくちゃ取れません。なかなか分解するのも結構苦労しましたね。ということで外観はそれに、僕はそのジープの感じでしたいかったので、カーキ色に塗ってここも一挙切り抜いて、ここはこのネットみたいのを貼ってみました。ライトもここ同じようにネットみたいのを貼って、全体的にカーキ色に塗っていって、そうですね、あとは後ろもこんな感じで、まあそれっぽい軍用っぽいこの紐みたいなんとか、この貼ってるステッカーは
家にあったやつの大体あれですね、これは昔のドイツの多分マークだったと思います。こちらのやつもね、うん、それがシールみたいのがあったのでそれを貼ってみました。そしてまあいつものようにサビと汚し加工でやってみました。そして一応ドイツということなので軍用犬のジャーマンシェパードこいつがいたので、それも乗せてみました。ドライバーはどれにしようかなと思ったんですけど、なかなかうまいこと入るやつが痛かったんですね。これあんまり運転席のスペースがないからちょうど入るやつがいなかったんですね。だからまあそれっぽいやつとこの前以前買ったこのとぼけたおじさんが首が取り外しできたのでこれをつけました。そしてハンドルはまあこれはオリジナルで作ったやつですね。これもハンドルもなかったですからこれも、使って中はで中のこの内部でこの止めてます。はい、そしてここは軍用っぽくこの、フェイクレザーみたいなのを丸めて後ろに荷物みたいにやってみました。まあ一応今回はこの末期機のだったやつを改造して、こんな感じにしたんですけども、そうですね、どうでしょうかね。まあ自分ではこれでも納得したんですけど、そして問題はこれが動くかどうかが問題だったんですね。いろんなもんいじくってそれで動かなかったら話にならんからね。そしてまあスイッチはこの後ろの通りオンオフ同じですね。それで一応試運転した時は撮影前試運転した時はこれ動いたんですけどね。これいろいろ塗料が乾いてるとかいろいろこういうホコリっていうか、土ぼこりのやつ入れていってその間に動かなくなったら大変だしだけど、どうかなと思ってやってみます。動くかな。とりあえず動きますね。前後ろタイヤも一応右左と動くと思います。はい、今回の一応改造はまあ正解ですね。正解というかまあ成功したと思います。これでそれで中がこれがもう開けたらむき出しなので、何か一応プラパンかまあ硬い工作用紙でもいいですから一応機械をカバーするようにしてやったらいいと思います。オープンカーにね、この座ってるこのパイプ椅子みたいなやつはちょうどこの屋根の上にこれついてたやつがあるんですよね。それをちょうど取って、余計なところはニッパーで切ってここにちょうどシートみたいにしてちょうど足が引っかかるようになって、うまいことなってました。まあなうまいこと乗る大きさのドライバーがいなかったのがちょっとあれなんですけど、もっと兵隊さんっぽいのが欲しかったんですけどね。これ持ってるこういうやつはではちょっとちっちゃかったんですね。それ座ってるサイズとか稼働するやつがいなかったので、だからまあちょうどまあこれちょっとグリーンっぽいしちょっと軍用っぽいしこの前言ったこのおじさんをちょっと活用したいと思って、まあこれならね、走ってる間に落ちたとしても壊れるようなこともないだろうし、このシェパードがでもね、なかなかこれもちょうどベストサイズだったので、ドイツの軍用っぽく剣っぽくなってます。一応これが一応まあドイツのマークで感じしましたね。一応もともとはこれカーキ色になってるんですけどね。まあ一応そういうことでなりました。はい、一
これで今回のラジコンの改造はこれで終わります。はい、これまた機会があったらまた走らせたいと思います。それでは今回はおじさんとシェパードのでバイバイしたいと思います。それではありがとうございました。マサでした。ではまたね。ありがとうございます。皆さんも改造するときは壊さないように気をつけてください。慎重にしたら誰でもできると思います。ありがとうございます。